はい、ゲームコレクターの関貫です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回でとりあえずね、腕自慢を一回締めようと思って、とりあえず、まあ、締めるかもう一回やるかわかんないけど、こんな感じのねカードをまあ読み込んでいこうかと思います。ということでね、またいっぱいあるんだよな。でも今回はね、一応腕自慢の第1弾の、カードスキャンでね、第1弾の Z レアを一通りもう読み込んでるのが2個ぐらいあるんだよね。だからまあそれ以外なんだけど、というかまだ未だにこうノウハウが蓄積されてない自分。充電邪魔だな、これ。充電っていうか、邪魔。で。あれ？いまいち安定しないなぁ。なんでだろう。これぐらい？織田信長参上、はい。で、また消さなきゃいけないんだよな。じゃあ、レッツサンダーを消すと。で、今日はハイスピードで行きたいな。ハイスピードで行ってくれないかな。お、来た。ナポレオン参上。ということで、天草さん、さよなら。次が、でも、この並びでなんでこう、武田さんなのかなって感じはするんだけど、武田さんも Z レアなんだよね。だから武田と真田が結構扱いがいいってことだよね。で、次が、あ、ちょっとこれ分かりにくいな。で、それぞれの乗り物だけど、確かもうすでにいくつか読み取ってるから、乗り物と武器に関してはちょっと数は減ってるはずなんですよ。だから普通に買うとこの Z レアたちっていうのはあんまりこうやっぱ出ないんですよね。当たり前だけど。あれ？あれ？ほい。あ、来た。凱旋チャリオッツ登場。湯飲み茶碗、さようなら。千利休のやつかな。ロデオっていうのは、ロデオっていうのはナポレオンの乗り物なのかな、これで。で、パルテノン G、さよなら。で、で、ぶつけブレーカーはこれ信長だよね。で、島原パンシャーを消して、で、で、これは誰だ？ああ、我が辞書に、うんぬんかんぬんの、あれか、広辞苑って、そういうネタだよな。じゃ、ナポレオンだよな、これ。あれ読まない。
読んでくれ。あれ、読まない。あれ全然読まなくなってたな。なんでだろう。ライトの当たり方が悪いのかな。当て方が悪い。お。こんな感じ。全然緑にならなくなったな。あれどうして。あとこいつさえ読んでくれれば終わるのに。もうしばらく読まなくていいのに。ちょっと待って。いやーマジか、全然読まないぞ。なんでだろうな。このぐらい？ちょっと書いてダメかな。こんな感じか。あれ全然読まなくなってたな。なんでだろう。疲れてきたんだけど。このぐらい。場所が悪いのかな。場所。こんぐらい。ああ、やっぱ白い方がいいのかな、周りがやっぱり。いや、もう読めそうなんだけどな、この緑がチラチラして。お願いだ、読んでくれ。来た。疲れた。もういい。もう次から白い紙の下、ここでやろう。いいえ。ということで、これでやっと、デッキを構築できる。いや、結構時間かかったね。ということで、まず、大将は信長ね。信長。で、マシンは、上昇気流。これは前回を以前読み取ったやつだよね。で、うつけブレーカー。で、仲間一が、ナポレオン。マシンが、凱旋チャリオッツで、広辞苑で、あ、違う、大将じゃない、大将じゃない、仲間2が、武田信玄、マシンが、超型ロデオ、なんでだろうね、多分こいつ ジャイアント軍派。これはなんとなくわかるけど、あのね、無双オロチとか、無双オロチじゃない、無双、戦国無双とかね、無双バサ、戦国バサラとかね、あの辺見てるとそんな感じですよね。ということで、今回どうしようか。イベントマッチ。とりあえず、じゃあ、まあいいや、ちょっと、ボスタワーやってみる。ボスタワーやろう。どこまでいけるかわかんないけど。勝ち続けることができるか、あれ？ちょっと待って。まあいいや、ちょっと。これを次回以降、こう、鍛え上げてもいい気もすんだよね。あれ。今まで経験値貯めてレベル上げるってことほとんどやってないから、多分そういうプレイの仕方をするのもいいけど、でもそれをこれでやらなくてもいいか。
まあ、あのとりあえずね、今回どこまでいけるか。でも3戦ぐらいしたらさすがになんとなくこう、あのスマホの容量的にやばい気がするんで、あの止めるかもしれないけど、まあそこまでいかないかもしれないからね。なんだこれ、ええ交代しちゃったよ、あれマジ。あれ、ブチスキルって今のやつじゃないの？で？で？いや、よしよしよし、よしよし。相手エネルギーないなぁ。はい、これ。合わせろ。そうだっけ。ああ、そっか、今回。信玄がいるから風林火山が出てくるかもしれないね。おお強いね。やっぱりすっごい強いじゃんこいつ。やっぱ Z 強いなあ。 Z 強いなって時期的に良くないんだよな、 Z が強いのはな。ちょっとね、時期的によろしくないんですよこれ。これが7年前だったらね、問題何の問題もなかったんだけど、今の時期にね Z 運命はねよろしくないんですよ。吹っ飛ぶんじゃない、いきなりもう。お？倒せない。よし、これで倒したでしょう。よしよし。余裕だな、これ、強えな。早いな。ガンガン攻めましょう。ガンガン攻めましょう。はい。ミッションスタート。よしよし。でも結構すぐに敵に会っちゃうから、あんまりこのなんかエネルギーとか、ああやられた。ためにいけないな、なかなか。ああ、2回連続負けた。やべえ。でもあんまダメージ食らってないんだよね、これ。やっぱ、ジェット強いな。ジェット強えな。ジェット強いな、これ。あ、フリンカドン出た。いやー、勝った。ピスキル。ピスキルばっかだけど、すげえなー。すげえ、あ、ほう。なんか武器スキルばっかだよな。で、これで、対象戦、攻めろ。よしよし。また、クリティカルがいいんだけどな。お、結構いいぞ。これでやっつけちゃうんじゃないの。あー、でも、じゃんけん勝てないとな。これやられてこっちが撤退になると、多分、次に
2の矢3の矢がすぐ行けるからいいんですけど、敵交代、いや、お前が行くのは結構、ちょっと、こっちから、エネルギー貯めるしないだろう、みたいに。エネルギー貯める前に戦ってるなぁ。あ、スバテリアに回すのね。やべ。お、これ勝てんじゃない？ここでもういきなり。ああ。やべ、あ、勝った。危ねえ。よし。いや、今じゃなくて、今クリティカルいらないっすよ。かわいそうに。いや、強えな。単純に Z 強えな。時代的にあの Z 強えはダメなんだってね。よしよし。あれこれなんだっけ。あ、そうか、こっち側に回っていった方がいいのかな。あれなんかすげえノロノロしてるな。てかいきなり攻めてた方がいいよね。今回はなんか強いからもう全部何の戦略性もなくこうただひたすら突っ込むみたいな。よしよし。こいつはどっか行ってほしいんだよな。とりあえずどっか行ってほしいんだよな。よし。ああ、そっちは。あ、これはもうどうでもいいや。勝てばいいや。あれ、ボス誰だっけ？孫一だったっけ？え？ブレンダーか。ああ、結構腕痛いな。よし、勝った。いや、こいつボスじゃないんだよな。残念ながら。こいつじゃないんだよ、ボスは。ボスはここにいるんですね。これで一気にやっつけたいね。逃げられるとちょっとめんどくさい気がしてきた。よし。これいいんじゃない？おお、勝った。やっぱ Z 強えなぁ。まあ、ずるいなぁって感じもするけど、まあ、ゲームは、まあ、こんなもんですよ。で、次。サクサク進むね、これ。やばいなぁ。こんな進むこと考えてなかったなぁ。やばいなぁ。スマホの容量持ったなぁ。ひたすらに、この真ん中に進んでくる。こいつはとりあえず蹴散らして、次に行けばいいと。オッケー。あー、惜しい。これ一撃で行かないか。でもこれで倒しちゃえばいいんだよね。これで倒しちゃえばいいんですよ。合わせろ。
これで倒してればいいんだけど、アタック出れば倒せるでしょう、これは。あ、ガードじゃん。ガード効かないよね、よしよし。これでこのまま、このまままた突っ込めば、で、一撃で倒せば、サクサク進むね。なんだこれ。よし、武器スキル？なんだっけこれ。信長の武器スキルな、え、何これ。攻撃力100アップでけえ。あ、1000か。1000アップでけえ。あ、これで倒せんじゃない？ちょっと待って、これなんだ。よし。やべえ、強え、強え、こいつ強え。うわー、勝った。これで勝てんじゃないかな。これガードされても大丈夫でしょう、吹っ飛ぶでしょう。よし。強え。強え。強え。今までのゲームが何だったんだってぐらい強いな、これ。まあ確かにね、カードをいっぱいね、売るための、ね、施策としてはこれはすごいですよね。すごいというかずるいですよね。やべ、やべやべやべ。なんだこの面。こう、こんな感じで。あれ？敵がどのぐらいのスピードでやってるかさっぱりわかんないんだよね、今の、合わせるやつ。あー、負けた。あー、うわ、なんだこれ。これ初めて見た気がすんな。結構食らったなぁ。え？いけ！よし！よし！よしやぁ。あー、負けた！うそーん。回避。回避いいね。回避いいですよ。回避はいいね。ああ、普通のじゃダメージ弱いだろう。あ、でも半分ぐらいやられてるな。あ、でも。あ、そっか、今ボスじゃないのか。じゃあ、こいつで。ボスの奥苦手なんだよな。これ苦手なんだよな。参ったね。結構食らうな。あー、負けた。やべえ。今回は結構経験値も稼いでるから、この後、いい戦いできそうだよね。多分、でもレベルはこれを終えないとどうにもならないのか。まあいいや、どんどん戦って。あー、全然勝てない。勝てない。でもガードなら大丈夫。武器スキルプラス1000とかじゃなかったっけ。あ、違うか。これあれか。攻撃力は1000だ。
advantage. Shut down.ということでね、プレイの途中で、スマホの容量がいっぱいになってしまったんで、ちょっと今時間を取り直してるんですけど、続きはね、次回、やろうと思います。はい。ということで、今日のところはこの辺りにしておきます。ということで、このチャンネルをね、応援していただける方は、ぜひね、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。